ビデオダイアリー June 10th, 2021 by 広志林 Hamamatsu City, Japan。 ビデオ日誌2021年6月10日林広志です。こんばんは。現在ですね、時刻は午後9時43分です。先ほどまでネットフリックスで洋画を見ていました。で、寝ようかと言って床に入ったんですけども、寝つかれませんでした。で、まあね、こういう時は無理にというわけでもないんですけども、まあ起きてしまえということで起きました。そして今ビデオダイアリーを作り直しています。まあ他にね、することがありませんので、まあそういうことにしました。で、今ご覧いただいているのはですね、私が作った合成写真です。波の写真ですね、波の写真です。で、2つを合わせてそこに、別の女性を置きます。そして足の部分にですね、ぼかしを入れて、波に溶け込ませます。そして、輪郭を取ってぼかし入れて暗くして影を入れます。こうしますとこの女性の影が下にできますね。これは私が今、まあ、てか作った、まあ、要するに合成写真です。右下がですね、これあのプーグローの絵です、絵画です。1900年前後の作品ですから、まだカメラがですね、やっとよちよち歩き始めた頃の絵ということになります。まあ、そんなところからですね、まあ、この動画を紹介させていただきました。で、これはあのダヴィンチが描いたスケッチ画なんですけども、どうもこの髪の毛の下が気になるんですね。右の方です。髪の毛の下に輪郭が見えるわけですよね。まあ、普通って言い方はあのダヴィンチの場合は通用しませんけども、顔を描くときにはですね、まあ、髪の毛を先に描いていきますよね。で、まあ、このように髪の毛の下に輪郭が見えるということは、まあ、考えようによっては輪郭を先に描いておいてね、そして髪の毛を描いたということになるわけですけども、今度はその髪の毛がですね、この輪郭線で分断されているんですよね。この矛盾をどう考えるかということなんですよね、などなどということで、まあ、これ以上話しますとね、この動画の説明になってしまいますから、まあ、要するにこの話はここで止めておきますけども、見れば見るほどおかしいと言いますかね、矛盾だらけの絵ということになるわけですね。まあ、仮にね、輪郭を先に描いておいて後で髪の毛を描いたんなら、髪の毛に連続性があるはずですよね。しかしここで途切れて、髪の毛は輪郭で途切れていると。逆に今度は髪の毛を描いておいて輪郭を描いたんなら、いいですか、髪の毛を描いて輪郭を描いたんなら、髪の毛は連続的につながってなきゃいけませんよね、左右。だからその髪の毛が左右連続的につながっていないということです。これはどういうふうに考えたらいいかということなんですけども、皆さんはどう考えるでしょうか。要するに不自然といえば不自然なんですけども、その不自然のレベルが違うということですね。で、左がですね、これもあのレオナルド・ダ・ヴィンチが描き残したスケッチ画なんですけども、この人物に要するに髪の毛を付け足したということになるわけですよね。じゃあなぜその髪の毛がこの輪郭線のところで連続性を失っているかということなんですよね。まずこの中央の人物の輪郭線の上に髪の毛を描いたんだら、その髪の毛は連続性を持ってずっと右に流れていなきゃ、右ってますかね、左から右へ流れていなくちゃいけないんですよね。ところが途切れてる。そして透明感があるわけですよね。で、いろいろ調べてきますと、似たような髪の毛っていうのは他にもレオナルドは描いているわけです。つまり、まあ俗に言うデータの使い回しではないのかなというふうに考えるわけですけどもね、ペタペタとこのように貼り付けたということです。今ならね、 CG でこういうことができるわけですけども、現に私今やってるわけですけどもね、ほらね、しかしね、今から500年前にどうしてこんなことができたのかというところからこの動画の謎が始まるわけです。まあ、もう一度よく見てくださいね。輪郭線と髪の毛、この不一致性をですね、どう判断するかということです。輪郭を先に描いても、描いたとしたら髪の毛の連続性を持ってなくちゃいけない。じゃあ髪の毛を先に描いておいて輪郭を後から描いたということになれば、まあね、それはどうなんでしょうか。で、これがブーグローの、まあ、絵ということになってますよね。今からもう120年ぐらい前の絵なんですけども、写真のように精緻に描かれているわけですね。まあ、こうした
絵をですね、大型の絵ばかりなんですけども、ブーグルはですね、短い時間で、私計算してみましたらね、だいたい1週間に1作ぐらいずつこういう作品を描き上げている感じですね。で、大きいんですよね、ブーグルの絵はね。縦横、縦がね、数メートルあるというのは、ザラですからね。で、この手がね、おかしいんですよね。っていうのは、波の中にある岩の上に手を置いてるわけですから、当然その手はですね、この水の中に沈んでなくちゃいけないんですよね。その証拠に左の方は波にさふれてますよね。ところが右手か、右の方を見てくださいと分かる、指を見るとですね、指が下へ折れてにもかかわらずはっきり見えてますね。これは向かって左手もそうなんですよね。あたかも岩を掴んでるみたいなんですけども、波の高さが不意地を起こしているということですね。これ遠近も不意地を起こしているんですよ。で、もう一度これを確かめるためにですね、私の方で合成写真を作ってみました。で、この女の子もブーグローの作品から抜いたわけですけどもね。で、波を作ってぼかしを入れて波に沈めて、そして下に影を作ってですね、陰影、これは簡単に作れられるんですね。そこの部分だけ暗くすればいいわけですからね。で、もう一度透明感を持った波をかけて、そして出来上がるところにできるわけですよね。で、ブークローの絵はですね、この波がですね、遠く遠近がですね、もうめちゃくちゃなんですよ。ということは写真の合成だということはここでわかるわけですけどもね。つまりその右下の波を見てください。ずっと遠く行きますとボケますね。ボケてるでしょ。手の手前が近いわけですから、はっきりしてるわけ。ところが、その向こう、波を越えたその向こうの大波の方はまた焦点が合ってるわけです。つまり波、あのな、2つ焦点があった波が2つ合成されているということですよね。で、左下がこれ、ブーゴローの仕事風景を、写真で撮った写真ということになるわけですけどもね、いかにもいかにもというふうにね、キャンバスを前に筆を持って描いてますけども、さてさてというところになるわけですよね。で、筆を使って描いてるわけです。で、その精緻さは何かということなんですけども、ブーグローがですね、どのように描いたかということを、写真、分かればですね、その写真の絵を描いてたわけですけども、レンブラントも怪しい。で、レンブラントも怪しいということになりますと、レオナルドも怪しい、ダヴィンチも怪しいということになっていくわけです。この動画を作ったときはですね、もう、かなり前ですからね、6、7年になるんじゃないでしょうか、私はね。ですから、そういう意味ではまだね、結論も出せないまま、おかしい、怪しい、どうしたんだということで、作った動画です。これ、左と右の女性はですね、全く同じなんですよ。衣服のシワ、位置、形、よれ方まで全く同じなんですよ。別々の絵なんですよ、これね。で、この衣服も全く同じなんですけども、ここに妙な影が見えるんですね。今、四角で囲っていました。で、もう一枚の絵と比べるとですね、ここにはエンゼルが寄りかかってますね。ちょうどそのエンゼルが寄りかかっているところの部分だけ、左の方はですね、いわゆるシャツのシワがないんです。ここの部分ですね、今矢印で示しましたね。ということは、その右の絵からですね、エンゼルを取り除いた後に、この影の部分を後で塗り直した、塗り重ねた、塗り足したということになるわけです。これも合成写真で作ったという一つの動かぬ証拠ということになるわけですよね。今、黄色い線で示しましたけれども、このブラウスらしい、そのブラウスというんですかね、このシャツのラインが、これ全部消えてるんですよ。で、右の方は、全く同じなんですけども、シワの位置、形も同じなんですけども、そこにはエンゼルがいるということですね。ということは、先に右の方の絵を作っておいてですね、それから長々に出してエンゼルを取ったと。取った後には色は抜けますからね、これじゃまずいよということで、その色を付け足したということになるわけですよね。それでこの部分も、とにかく調べていただくと分かるんですけど、全く同じなんですよ。いくら似てる絵を描くといってもですね、ここまで同じ絵を描く必要はないわけですね。ところが、座っている石は違うわけですよね。部分的にいわゆるアイテムを描いているということですけども、全く同じなんです。もう写真以上に同じなんですよね。ということは、左右の、人物は同じということになるわけですけども、ただね、別々の絵ということでですね、この写真を撮った方がですね、これを、写真撮るわけですよね。解像度が違いますからね、いわゆる私たちの目に届く時にはですね、写真によって解像度が違いますから、絵の精細さもそれによって違ってくるわけですけどもね。しかし、この両者は全く同じだということですね。で、これ、私、やはり精査しているときにですね、
まあ、おかしいなと思いましたね。で、ここなんですね、エンゼルの手が肩にかかってますね、右の方はね。左の方はエンゼルの手を取ってあるわけですよね。何かしらこう跡があるような感じにはなってますけどもね、はっきりしません。しかしこれはまあそういうもんだろうなと思います。で、解像度が違いますからね、ややどちらかがボケてる、ややどちらかがよりはっきりしてるということにはなりますけども、全く同じなんですよね。ですからまあ、ブーロは全く同じように2枚描いたということになりますけども、色は多少違うみたいですけども、これもね、写真を撮るときの、まあね、露出であるとかね、まあその、まあ、カメラのね、まあ、要するに違いますからね、絵を撮、あのいわゆるその同じ絵を別々のカメラで撮ってね、後で見ると色は多少違って見えますから、色はですね、あまりこういう場合は検証にはならないんですけどね、右の方が紫っぽくて、左の方が赤紫っぽいですけどもね、まあ、こうして調べていくと全然違いがない、これはもう本当に間違い探しにも絶対なりませんよね、同じですから、全く同じなんですよ。ですから、ここまで見せて書く必要があるのかというような意味での、まあ、無駄なことをしている、したとしたら、したとするならばですね、しかし写真を加工して作ったという、ことであるならばおかしくないわけですね。まあ、この当時カメラがなかったわけではありませんから、何人かの方からですね、ブーグローはカメラ技術を使って絵を描いたんだからこういうことができたとしてもおかしくないと言いますけども、それは現在のカメラを想像しちゃいけませんよ。蓋を取ってね、はい、こっち見て動かないで動かないで、はい、蓋をパッとして写真撮って、やっと白黒を撮るっていうような時代のカメラの時代ですからね。いわゆるモデルさんになる人は動いちゃダメなんですよね。まあ、この今のこのモデルさんはですね、実は少女の時からずっと同じ人物をブーグローは描いてるんですよね。まあ、これくらいの大人になればですね、まあ、1分や2分動かないでじっとしてることはできるわけですけども、動き盛りの子供をですね、その例えば10歳、12歳の女の子をですね、そのままじっとさせておくということは、ある意味虐待に近いわけですからね。まあ、そういうこともありますから、どうなのかなということで、まあ、この辺からおかしいなということにだんだん気がついてきたんですけどもね、多少、まあ、その影あったりするないにしてもですね、これは下のがやっぱり粗いですね、目がね。ですから、まあ、こういう違いはと、まあ、その同じカメラで、ね、同じ解像度でいわゆるレゾルーションで撮ったわけじゃない、ありませんのでね。ですから、まあ、下の方が目が粗く見えるというのはそういうことで、なんて言いますか、そういった違いは当然、まあ、右の方が粗いというのは分かりますよね。しかし、それは、まあ、横に置いておいて、まあ、どう同じかということを皆さん判断してください。いくら、ね、同じ絵を描く言っても、描く必要ないわけですよね、同じ絵もね。まあ、むしろここまで同じ絵を描くんであるならば別の絵を描いた方がいいわけですけども、はいってことになるわけです。今ここで何を照合しているかというとですね、衣服も全く同じだということです。注意深くご覧ください。先ほど言いましたように、間違い探しの間違いってものがない絵ということになりますね。つまりブーグローは、まあ、この当時ですね、今から120年ほど前に、すでに写真技術、いわゆる私たちが現在使っている CG グラフィックソフトのようなものを使って、パソコン的な装置をね、まあ、それ以上のものかもしれませんけども、使ってこうした絵を描いていた、イコールブーグローはこういう絵を描いていなかったということになっていくわけです。で、まあ、ちょっと余談ですけど、このブーグローの顔がダヴィンチの顔にそっくりなんですよね。まあ、それは肖像画にね、目の付け根にイボがあるってことまで俺は一致してるんですけどね、まあ、それはね、まあ、偶然の一致ってこともあり得るわけですけどもね、などなどなど、まあね、興味のある方は今日のね、この発表しました動画を見ていただきたいんですけども、ここでは話を一歩進めるとですね、要するにこのブークロー、あれからコット、ブラースですね、この辺の画家が大変怪しいわけですけどもね、怪しいということはもう、まあ、人間技ではない絵を描いているということです。まあ、その中でも、まあ、私はやっぱブラースだと思いますね。コットも怪しいですけどもね。で、その後に、まあ、後で言いますか、ブーグローって、ごめんなさい、どっちが先か、今、ここで頭の中では整理できてませんので、って、まあ、この動画はね、大変実は古いんですよ。もう5、6年前に発表した動画でしてね。と思いますね、ブーグローもかなり早い時期にやってますから、今、って言いますかね、改めてこうして見直しながら、その、ってこ
ということになるわけですけども、私が言いたいのはですね、要するに上の神、上の方はですね、芸術家という隠れ蓑と言いますかね、芸術家であることを理由にして直接人間に触れることをしないで、そして人間を指導していたということになるわけですね。そういう意味で芸術家というのは人と接する仕事じゃありませんので、1週間、10日ね、1ヶ月、アトリエにこもってですね、そして絵だけ持ってきて、できた、発表だっていうふうなことができる職業なんですよね。そして、まあね、こうした素晴らしい作品を残せばですね、書けばですね、まあそのね、かなりの活動資金的なお金っていうのは手に入るわけですからね。今、同じこれ女性なんですけどもね、このエンゼルはみんな同じ子供なんですね、これね。大変興味深いことにね。まあ、要するに、このエンゼルも使い回しをしているということです。ほとんど同じ子供なんですよね。ややポーズが違いますけども、こうしたその子供をですね、まあ、別の絵に貼り付けて、そして、まあ、なんて言いますか、別の絵として仕上げているということですね。まあ、こうして細かいところをエンゼルの体のね、シミなどを見ていくと同じということがわかるわけです。影もね。ですから、ちょっとポーズが動いてますからね、右と左のエンゼルはね。ですから、この場合は同じ 女の人のモデルを使いながら別のエンゼルを貼り付けたということになるわけです。そのエンゼルは少しずつ動いているということですね。まあ、確かに、まあ、先ほど言いましたように、こんな子供をですね、絵を描くときにですね、しばらく1分、2分、3分、5分でも、5分はもうもちろん無理ですけども、1分でも無理でしょうね、この年齢の子供をじっとさせておくということはね。はい、要するにまあそういう形でこうした絵画が合成としてできているということです。まあ、もっともらしいこう写真も残ってますけども、さあどうかなっていうところなんですよね。皆さんはどう思いますか。で、向こうにモデルの女の子が2人立ってますよね。で、そのキャンバスに筆を持ってね、そしてブーグローが絵を描いてるわけですけども、果たしてこんな絵でね、こんな描き方で先ほどお見せしましたような絵がですね、まあ、大きな絵ですよ、大型パネル板でありますとね、2、3メートル、3メートルなんじゃないのかな、そんな絵をですね、1週間に、私計算してみたんですね、200枚、確かね、何年から何年までに200年っていうのが数字がありました、200枚を何年という数字が出てきましたので、ね、この時に、まあ、計算してみましたら、なんと1週間に1枚ずつ描き上げないと間に合わないっていうような絵を、まあ、描いていたわけですよね。まあ、素晴らしいと言いますか、能力だったということになるわけです。で、これも私この時もう本当に、まあ、ブーグローチェックメイトなんてね、思わず叫んだぐらいですけども、子供のいないところにこう影ができてるわけですね。ちょうど丸のところです。ですから、まあ、どうしてここにね、何もないぼんやりとした影のような黒い部分が描かれているかということですね。そしてブラウスのシャツは全部そのライン、縦ラインで止まってるんですね。ということは、その今矢印で囲んだ部分は、まあ、その辻褄合わせのために誰かが書き込んだ部分であるということになるわけです。まあ、このような、ね、動画を発表しました。で、まあ、今日はですね、ここでやめて、まあ、遅いですからね。ですから、これもね、ちょっと見ていただきたいんですけどね、左と右がこれ別々の絵なんですよ。ところがですね、どれだけ拡大しても同じなんですよね。まあ、それも今日の動画の中で紹介しましたので、まあ、興味のある方はご覧になってください。まあ、今日はですね、まあ、絵画を通して、まあ、なぜね、ちょっとね、これなぜこうした動画を出すのが難しいかというとですね、今 YouTube ではですね、おそらくロボットがですね、そのいわゆるその絵の評価をしているみたいですね。ですから、こういう裸の女性とかね、裸の人物が描かれているとですね、警告文が出るんですよね。まあ、あまり私そういうことされるの好きじゃないもんですが、別にね、抗議すればできるんですけども、まあ、YouTube さんにお世話になってますので、まあ、YouTube さんがですね、いわゆる、まあ、不適切っていうようなね、言葉が出てくるとですね、はい、わかりました、すいませんでしたと言ってね、頭下げて、私の方が引き下がることにしています。はい。で、まあ、それはともかくとしてですね、この動画は恐る恐る再発表といいますかね、再アップロードさせていただきました。無事パスしたようですからね、今のところ警告文は出てませんので、大丈夫だと思いますけども、実はですね、この文って、この今のご覧になっている動画は 3580-06 でも1時間が5、6時間前です、この発表した動画です。
で、その5、6時間経った今ね、無事と言いますか、今のところ警告文が出てないもんで、まあ、多分ね、ロボットの、その、いわゆる検定というよりもなく、いわゆる、まあ、そのロボットがですね、これはその怪しげな作品であるかどうかという、いわゆる検閲ですよね、を無事パスしたんだというふうに考えています。まあ、大変精緻な絵を描いているということですね。で、これは、ね、どこを見てるかというと、ブーグルを先ほどブラシで絵を描いてましたね。はい、ブラシで。ところがですね、拡大してもですね、筆跡が全くないんですよ。当然あるべきはずなんですけども、筆跡がないということは筆を使ってないということなんですよね。いくら拡大しても筆跡が出てこないんですよ。筆で描けばですね、筆で描いた筋がラインが出てくるわけですけども、要するにこうしたスプレーを使ってるってことになるな、スプレーを使って描いたということになるわけですけどもね。まあ、ブーグルの時代に、まあ、すでにスプレー、今のスプレーはこれ現代のスプレーですけどもね、スプレー芸術も、スプレーを使はなかったわけじゃありませんので、スプレーを使ったんだよって言われれば、ああそうですかって今引き下がるしかないですね。いわゆる、まあ、そういう方法もあるということが今のこの時点からね、わかるということですね。はい、これは黒木さんという方から情報をいただいたんですけども、大阪の方ですけどもね、その連絡ありませんが、黒木さんお元気でいらっしゃいますかなんてね、今このまあ、あの頃はですね、この草黒木さんからですね、もう2人でね、夢中になってこう調べまくったという時代になったんですね。ですから懐かしいなというふうに思ってます。まあ、黒木さん、いかがですか？お元気ですか？また縁がありましたらご連絡ください。お待ちしてます。で、まあ、この黒木さんの指摘によればですね、目尻のイボがですね、ダヴィンチと同じところにあると。まあ、もう一歩話を進めるとですね、このブーグローはダヴィンチの生まれ変わりではないかという話へとね、まあ、これ想像ですけどもつながっていくという、まあ、とっても楽しい話ということになります。で、モナリザにもこのほくろがある、ほくろというかイボがあるんですよね、目の付け根に、ね。まあ、そんなところにですね、共通点って言いますが、逆に考えますね、こういう形で、まあ、要するに何かのね、印を残していったとも逆に考えられるわけです。まあ、この辺でやめておきますね。では今日は遅くなりましたのでね、10時を過ぎましたので、ビデオでありここで終わって、まあ、もう一度ね、寝直してみます。では皆さん、さよなら、おやすみなさい。バイ。Thank you.